鍵盤付けグロッケンシュピールは、鍵盤楽器の一種。鍵盤グロッケンシュピール、鍵盤式グロッケンシュピール、鍵盤型グロッケンシュピールなど、複数の和名を持ち、鉄筋を鍵盤によって奏する。故障には、工述する、歴史的な背景が多く絡んで複雑な権威を、内包している。チェレスタが19世紀末に発明された後、長い間忘れ去られていた、この楽器は、 20世紀に入ってから復興され、徐々に作曲家たちが起用するようになった。そのため、チェレスタの後発楽器であるような誤解を受けているが、実は新しい楽器ではなく、17世紀にすでに存在していた。チェレスタのくぐもった可愛らしい音色とは異なり、この楽器はきらびやかな音色を特徴としている。 近年になってこの楽器が出回るようになるまでは多くチェレスタによって代用されてきたが表現が全く異なるため現在ではその代用は敬遠されているこの楽器が入手できない場合には音色の異なるチェレスタでの代用ではなくより音色の近い鉄筋を奏者2名で演奏して代用されることが多いそもそも西洋の教会などに付属した金のことをドイツ語で グローカと称する。それを複数設置して演奏台によって音楽をそうすることができるようにしたものをドイツ語でグロッケンシュピールと称する。これはグローカンシュピールという意味である。グロッケンシュピールのことをフランス語ではカリヨンと称する。これは教会員以外に視聴者などにも設置され街中に金による調べを奏でることができた。大規模な楽器であるため、 大時計と連動させて、自動演奏させたり、からくり仕掛けによって、人形と連動させたり、様々な先鋭的思考が施されていることが多く、そのように演奏台によるもの以外も多く存在する。このグロックシュピールは、音を出せばたちまち街中に響いてしまうため、奏者が実物によって練習することも難しく、その音色をより手軽に手に入れるため、金属の棒によって金を代用し、 それを鍵盤演奏によって叩いて発音する楽器が17世紀に登場した。これはカリオネアの練習用以外にも音楽用や室内用に使用された。それはヘンデルのオラトリオサウル HWV53 陽気な人思いふける人恩恵な人 HWV55 などやモーツァルトのマテキ K620 などに使用例があるが当時はまだ楽器の姿が 統一化されて定着していたわけではなかったため、鍵盤演奏によって金属を叩き、金の音を模倣するという程度の示し合わせしか見出すことは困難である。資料によってはガラス棒を叩いて発音したという記述さえ残っているが、通常は金属棒であり、しかしその規模は大きいものから小さいものまで、そして金属棒が 縦型に設置されたものから横型に設置されたものまで多種多様で制作者たちの創意にまだ自由に任されていた発明品であった。その後、鍵盤部分が取り払われて金属がむき出しになっている新しい型のグロッケンシュピールが発明された。この打楽器としてバチで叩く様式の楽器が現在グロッケンシュピールという故障が定着しているものであるが原型である。 鍵盤式の楽器、さらにはルーツである金の一式も、グロッケンシュピールと称されていた。バチ式のグロッケンシュピールが登場してからは、それでことが足りたため、鍵盤式のグロッケンシュピールは姿を消し、西洋音楽の作曲家たちも、バチ式のグロッケンシュピールしか使用しなくなった。チェレスタが19世紀末に発明された後、徐々に作曲家たちがそれを使用するようになり、 鍵盤操作による華やかな楽譜が書かれるようになった。それらはもはやバチ識による既存のグロッケンシュピールで真似のできないものであり、超高音による細やかな楽譜が作曲界に流行するようになった。その後、チェレスタとは音色の異なるグロッケンシュピールによっても同様の創句が要求されるようになり、20世紀になると鍵盤式のグロッケンシュピールがフランスにおいて、 復興されることとなった。ただし、本来のグロッケンシュピールとは、鍵盤式のものを指し示すものであったが、後に、バチ式のものを単純に、グロッケンシュピールと称するのが定着したせいで、それと、あえて区別するため、本来のグロッケンシュピールに、鍵盤付け、鍵盤式、鍵盤型などという装飾語が付けられて呼ばれることとなった。また、この楽器の復興と時期を同じくして、 鍵盤式のシロフォンもフランスで開発され、バルトークの青髭孔の城などで使用されているが、これはすぐに廃れてしまった。銃でティンバースとのみ書かれている場合には、通常のグロッケンシュピールと名称上区別がつかないため、作曲者自身の指示や、初演時の確かな情報が伝え残っていない場合には、パートの内容や時代的背景などから判断して、 どちらかふさわしい型を指揮者などが判断して使用することとなる。チェレスタもよく似た楽器であるが、チェレスタのハンマーはフェルト製であり、本楽器のハンマーは象下や動物の骨などによっているため、前者は柔和な響きとなり、後者は眩しい響きとなる。相互に代用はとても効かないほどの音色の違いがある。シュトットガルトの楽器メーカーであるシードマイヤー社は3オクターブ半。 52C-95G の音域で制作していた。この楽器は、チェレスタ同様、鉄板にある程度の横幅が必要で、共鳴箱も設置する必要性から、鍵盤の幅に合わせて、ピアノの弦のように発音部を横に並べることができず、発音部を何段かに分けて設置する必要性があった。そのため、数段に分けられたハンマーに、鍵盤の動作を伝える必要があり、 パイプオルガンのトラッカーやローラーボードの仕組みを応用した機構となっていた。しかし、この仕組みでは、敏速な動作を正確にハンマーに伝えることは無理で、あり、長い間表現の効かない不自由な楽器であった。ヤマハは1999年に4オクターブ、45回から93回の音域を持つ楽器を制作し、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団による、 ザルツブルク音楽祭での演奏で活用され、芝叩く間に世界のオーケストラから注文が殺到するようになった。ヤマハはチェレスタと共にこの楽器をより楽器としての性能を上げるべく改良し、トラッカーやローラーボードの機構を廃止し、発音部を真横に並べられるようにした。また、従来の楽器はハンマーが上から下へ叩き下ろす形であったが、 グランドピアノの機構を起用し、下から上へと叩き上げる形にした。このことによって、表現力が格段に上がり、強弱が広くつけられ、困難な楽曲もピアノ同様に演奏できるようになった。ハンマー部は、最初は、真鍮も使用していたが、現在は、奈良公園の鹿の角を加工して、現在入手できない造形の代用としている。2005年には4オクターブ半。 40C-95G の音域を持つ楽器を発表し、2008年にはさらに安価な新しい型の楽器を発表し、市場に送り出している。現在製造しているメーカーはこの2社しかない。ありがとうございます。